リーダールリナさん待ってろ。マジか、水タイプか。犬神脱退させちゃった。はい、まあいいや、ダイマックスバトルをめっちゃしまくって、おい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 、これあれじゃん、私らがだよね。オッケー。ずっとこの無言の時間さ、絶対カチャカチャしたらしね、めっちゃレベル上がった。オッケーオッケーオッケー。ピーターパーって何が使えるかな。ワカサギでいいや、理由はねえし、だいたい俺ニックネーム理由もねえしな。カモネギとかほとんど捕まえてるやつだな。あ、これ欲しいな。ポケモンのいいところ伸ばす、悪いところあまり見ない。なるほど。え、18か。え、なら待って同じだったから、ちょっとピーターパンにさせるか。せっかくだから、結構レベル、相手もレベル低いみたいだし、使ってみるか。ちょっと高えなあ。あ、ほっぺスリスリ、よかった。毒と電気だからね、こっち急所に当たったね。諦せることもできるし、ピーターパーは相性が良ければ結構強いな。こいつ絶対強くなると思うな、ピーターパー。多分進化したら結構いい姿になりそう。そういうやつ大体多いからね。イエイ。あんまり傷がないようにします。まあそれがいいよ。テストの点数が悪かったのと同じ。スペシャルアップ、特攻アグリー球根、使い捨ての球根持たせて水の技を受けると特防が上がる。ちょっとなんか、こいつはここだけの話、ポケモンにお仕事で手伝ってもらってる。やば。でもさ、なんか、なんだっけ、俺何をどうしてたんだっけ。確か、ポケモンが未来の人類の姿、ん、未来の人類とか言ってたから、そういうこともあんのかな。私よりお仕事ができるポケモンが強いと言うなの。電話しながらポケモンバトルやってんのね。いや、ポケモンバトルやめろよ。あー、もうなんもないみたいだから行くか。よし、俺は今どこだ。あ、まだ全然。あ、バルタンもう着いたの。なんだ、割とすぐ。あの像なんかあれじゃん、最初のやつじゃん。よし、着いたけど、でも今回水タイプでメソランドもあんま活躍しないし、レイギガンテも相性悪いし、バチクリは微妙だし、ピーターパーが役に立たなきゃいけないんだよ。あれ、癖強いキャラがいるね。よし、じゃあもうここ行きそうだから。申し訳ございません、委員長はご多忙でして。あれ、ビートじゃん。皆さんお引き取りを。さあ、お引き取りください。はい、委員長、またね。あ、みんなまだまだサインするよ。私のポケモンリーグカードを皆さんにプレゼントしますよ。あ、こいつ委員長、え、パイチ。ファンが支えてくれるからこそ私たちはやっていけるのに。なのに邪険にするのはね、オリーブ君は厳しすぎるかもよ。もちろんファンも大事ですので、委員長には彼らのためにも仕事をこなしていただかないと。
僕もローズ印象のため全力で頑張りますから。君は確かビートです。そう、ビートくんだ。昔ポケモンあげた時からすると随分と立派になりましたよね。お前名前忘れてたよな。ジムチャレンジに勝ち残るのは君か、チャンピオンが推薦したトレーナーだろうね。委員長に選ばれた僕は誰にも負けません。それでは失礼いたします。委員長忘れてるじゃん。君はキルモ掃除くんだね。俺は覚えてくれてると。ダンデくんがなぜ推薦したのか私も気になっているんだよね。そうだ、さすが私だ。いいこと思いついちゃったよ。君はこれからジムリーダールリーナくんに挑戦するよね。ジムバッジを取ったら私が応援しよう。君のこといろいろ知りたいからね。委員長、そろそろお祝いか。ガララの未来のためはっきり張り切ってくださいね。まあ、頑張っていくしかない。委員長はこの町のシーフードレストランに行かれます。いつかあなたもそれまでにジムバッジを勝ち取りなさい。いや、いけるかな。ちょっとさ、ね、ピーターパンに、ピーターパンじゃんもうピーターパーカーのつもりやったのにピーターパンじゃん。ピーターパンいけるかな。あ、ニャスパー、おう、エールダン、はい、いけないと。あれ、あ、待って、俺あそこ気になるわ。ちょっとあそこのなんか変な銅像立ってるみたいだから、その前にここ復活そう。これたっけ、おい、たっけ、一個買っとくか。復活そう結構いいんだよ。でもサンムーンと XY あんまり見ないような気がするんだけど。金2倍、あ、1万、お前無理無理。じゃあどうしよっか。じゃあカルカンピーターパンに出しといて、オッケー。じゃああっちか、あっち側で自転車こぐか。こっちは何でも直し、何でも直しね。後半なんか異常かかったら全部何でも直し使ってたな昔。何でも直しかラムの実。こっちに行けばいい傷薬2個。そう、これこれこれ、灯台を守ったと伝えられているポケモンの石像がある。灯台を守った、上いるしな。これもあんま分かんないしな。うん、すげえキャラ濃い人がいるけど。あ、これストーリーなんだ。ジムチャレンジャーですね。すごすぎですなんでの推薦でしょ。あなたジムリーダーの間でちょっとした有名人なんだよ。はい、有名人さん、私のことも知っておいてね。ルギーなここで会うとは思わなかったな。バウスタジアムにおいでよ。大好きな釣りよりも大好きなポケモン勝負をしたいもの。今のところ優位な属性で戦いに行ってるけど、ちょっとあー、犬神がね犬神いなくなったしな。あ、ちょっと待って、下のモンスターボール欲しい。これなんか新しいポケモンとか出んのかな。あー、お前がチョンチ、よし。ピーターも結構上がってくね。ピーターにすればよかった。あとでピーターにするか。うん、あ、カリリアもここのあの超鎮光だっけ。うん、超鎮光はちょっとダメだな誤解不安。ピーターピーター戦わせんのか。ボールもらいます。ダイブボール、ルアーボールか、釣り竿か。
釣り手で釣り上げたポケモンだと捕まえやすくなる、ちょっと変わったボール。おお、もう正直好きなタイプはないね俺。よし、じゃあもう行っちゃうか。もうレポートしても、あ、もういいや、もうすぐ行っちゃおう。ジムチャレンジャーさん、ジムミッション挑戦の手続きを行いますか？挑戦します。はい、ではまずユニフォームに切り替えてください。おいしさそちらです。これ着替えてる時、それ前回半袖って言ったのもん、半ズボンのこと半袖って言ったの。ユニフォーム決まってますね。ではジムミッションをどうぞ。あ、ちなみにミッションの間ポケモンボックスは使いませんよ。ポケモンボックスの使い方俺マジわかんねえんだけど、あれワイルドエリアだけなの？ふぅ、おー水か、面倒。絶対面倒やん。いや、まあでもレベル上げたら適してるな、ピーターの身長でいけえな意外と。バウターンのポケモンジムでのジムミッションは迷路をクリアしてゴールに向かうことです。迷路、ただし迷路は途中で水にルートを塞がれています。ではどうすればいいでしょう。あそこの赤いスイッチを押せばわかるかもしれませんね。じゃあもう早速ポケモンバトルで、それではジムミッションスタートです。いやー、赤いボタンね、赤いボタン、屋根を開けろ、開けるんだキャメル。この赤い秀勝のものまで、赤い秀勝じゃねえな。ようこそバスタジアムへ、綺麗な水の技浴びてみる。もう俺微妙な相性だからな今。おたまろ、ピーターゴージャスボールに入ってたんだ。うん、ほっぺスリスリ認証。オーマイグーネス、今彼は必ず麻痺食らうから21か、まあ、ここでレベル上げとけばなんかそれくらいはいくっしょ。マットショット、マジだ。あれ鳴き声ないんだ。ムンマウスの吸収は結構でかいと思うし、オッケー。よっしゃ、ピーターもレベル上がってくる。え、洗礼を受けたのはおたまると私のコンビ。2016やね、もう2016で終わりです。そして2019年終わりですね。全然関係ないけど、オーマイゴー、こうして、なるほどね、黄色と赤を使い分けて押すってことです。なんか超簡単よ。じゃあ、ああ、なるほど。一回ここで黄色さないといけないんだけど、まず、回復させて、目あったね。ボタンを押して水を止める。それも順番を考えてね。男子がいねえ。サオコ。クラブか、例の某実況者が好きな、その人ただキングラーが好きだったんで、まあこれで倒したでしょう。え、でもこれ渦潮も解放されたのかな。レベル上がって、平画にあれだわ、あれかな、なんだっけ、ルビーサファイアだ。オッケー、あるレベル25、見切り、にらみつけるなくすか、にらみつけるあんま使わないしな、にらみつけるって俺あれだわ、赤緑ぐらいしか、最初の初代のポケモンしか使わないしな、あんま。てかこのタイプ、トカゲ最初に選んだ人はマジで
なんだっけ、水のポケモンじゃん、ほんときつかった。ピジョンとか使わないとなんか勝ちにくいし、なかなかあのちゃんとした技構成とかもしなきゃいけないわけだ。あれ